張開放は中華民国、満州国の軍人。北京政府、法天派に属し、後に満州国に参加した。字は、戦闘。別名は連携。あだ名は張大麻氏。もともとは、盗賊追部の任にあった。しかし日清戦争を境に、馬族の票特林配下となる。日露戦争後に、票に従って成長に基準し、張開放は順防隊官隊となる。 また、法典公武道で学習した。1910年、蝶作林と知り合い、義兄弟のちぎりを交わした。中華民国が成立した1912年12月、蝶開放は、第28師、第55旅度々に任命された。1917年、蝶君副壁にこうして挙兵した表が、蝶作林に逮捕され、失脚する。以後、蝶開放は、 張作林廃下に転じた。1921年、張解放は、中東鉄道守る自軍、高万副司令に任命され、1923年には、同軍総司令に昇進した。翌年の第二次、笹口自家戦争の後に、法天騎兵第一遊撃大統領となった。1927年、両年両陳守試験東北騎兵第32、死士長に任命された。 朝開放別陰、海底現代シナ人、名官、1928年1931年9月18日に、満州事変が勃発すると、その直後の21日に、朝開放は、関東軍に降伏した。10月1日に、朝は独立宣言を発布し、作返境保安指令を辞書、関東軍に降応した。翌年月日、 満州国が正式に成立すると、翌10日、長は、参議府参議県出政府自重部官どころ部官庁に、任ぜられている。同年11月、陸軍上将位を授与された。1933年5月、熱化省警備司令官係熱化省省庁に任ぜられ、翌1934年11月まで務めた。同年中に、自重部官どころ部官庁に再任された。 1939年1月、自重部官庁は、治安部官轄から、皇帝直轄へと改められたが、庁はそのまま留任した。1941年3月3日、庁は部官庁から優退し、基地教がその公認となった。1944年9月29日、宇山、浮吉と共に、軍事市議官に任命された。満州国が滅亡すると、長解放は、 金州非日課産の寺院に身を隠し、中華人民共和国成立後には、北京へ逃れた。しかし1951年5月20日、北京市人民政府から反革命罪として、死刑判決を言い渡され、即執行された。去年85、ありがとうございます。